1953年2月1日の天気図北海大洪水とは、1953年1月31日から2月1日にかけて北海沿岸で発生した高潮災害である。日本語における定約はなく、北海大洪水のほか北海沿岸大洪水、1953年の北海洪水、北海高潮災害などの語が当てられる。 強力に発達した強いアイスランド低気圧と大潮の日が重なったことで、北海沿岸で高潮と暴風波浪による被害が発生。オランダで1800名以上、イギリスで300名以上、その他北海沿岸諸国と海上での遭難を合わせ2500人以上が死亡する大災害となった。たびたび高潮、洪水に襲われているオランダでもこの洪水の影響は大きく、 低寒死をつけた、デウォーターズ・ヌードランプイコール、洪水の一言でこの、高潮災害のことを表すほどである。オランダはその国名の通り低地にあり、高潮や洪水に繰り返し襲われる地勢である。そのため災害に対処する体制は整っていた。運輸水利管理省参加の水利管理局、気象研究所は低気圧の接近に伴い、強風警報及び、高潮警報を出していた。 しかしこの情報は国民に周知されなかった。また、地方の気象観測所も夜間には運用されておらず、観測に基づく警報も出せなかった。1953年1月31日の夜、低気圧はさらに発達して、北海上を進み、2月1日早朝にかけて、各所で、波堤、越流を生じ、高潮か陸地へと押し寄せた。被害が甚大だったのは、 ジェイラント州のライン側、マース側、スヘルデ側の河口三角州地帯だった。特に、スハウエンドイフェラント島ではほぼ全部が冠水した。隣接する、フレイイコール王もまた大きな被害を受けていた。被害を受けた場所と人が、あまりにも多く、その被害を伝える手段さえ失われていたため、最初はその情報すら周辺地域には届かなかった。被災地から避難してきた人々や、 わずかに残ったアマチュア無線化の無線によって伝えられているだけだった。その上2月1日は日曜日であり、当局や公的機関との連絡もままならなかった。死者1836名、被災者は7万人以上、家畜が最低でも3万頭以上、被害を受けた建物約4万7千棟、うち1万棟は全壊。冠水面積は1365、 平方キロメートルに及び被害を受けた農地は当時のオランダの総農地面積の9%に達した。堤防の損壊箇所は50箇所を超え、この修復には半年以上がかかった。ゾイデル海開発やアフシュライト大工に代表されるようにオランダでは堤防、防潮堤が整備されていたが、この時期のオランダは第二次世界大戦で負った損害から、 回復しきったとは言えない時代であり、堤防の維持管理にも手が回りきっていなかったとされる。この高潮はイギリスでも史上最悪の被害をもたらした災害の一つとなった。北海沿岸の各所で防波堤が破壊され、1000平方キロメートル以上が浸水した。307名が死亡、3万人以上が避難を余儀なくされ、2万4000棟の建物が損壊した。 リンカーンシャーでは海岸から2マイル近く内陸まで海水が侵入したところもあった。最も大きな被害を出したのはテムズ川の川口部でロンドンの外交でもあるフェリクス島やカンベイアイランドなどの一帯だった。ロンドン自体もドックランズ付近を中心に広い範囲で浸水した。その他南部のドーバー海峡に面するダンジネスなどの地域でも複数の浸水被害が生じている。 またスコットランドでも19人が死亡した。前述の死亡者数は陸上での死者であり、これに加えてブリテン島周辺海域で遭難、沈没した多数の船舶でも推計224名の死者が出ている。中でもノース海峡ではイギリス国鉄所属の鉄道連絡船プリンセス、ビクトリア号が波浪によって沈没。 乗客乗員のうち133名が死亡する惨事となった。死者の中には当時北アイルランドの副首相だったメーナード・シンクレアも含まれていた。このプリンセス・ビクトリアの沈没はイギリスにとって戦後最悪の海難事故であった。ベルギーでもオランダのデーラント州に隣接する西フランデレン州のオーステンデとクーノック、スヘルデ川に接する首都アントウェルペンでも堤防が損壊。 浸水し、28名の死者を出した。オランダではこの災害を機に、ライン側河口三各州を、高潮から防御するための治水計画、通称デルタ計画が発足した。また、ノーベル文学賞受賞作家の和尾石黒の父で、海洋物理学者の石黒静雄はこの、高潮災害の対策のために、イギリスに家族を連れてと英した。テムズ川にある、 可動式膨張艇テ,ティムズバリアーはこの高潮沖に具体的な構想がスタートした。その他歴史上のオランダの高潮被害に関しては、ゾイデルーミのページ等を参照のこと、ありがとうございます。